リブザルトは、フランス、奥下にー地域圏、ピレネーゾリアンタル圏のコミューン。リブザルトの名は2種類の甘口ワイン。リブザルト奥と、ミュスカド・リブザルト奥に付けられている。ペルピニアンの北部に位置する。リブザルトの名は、高い岸辺を意味する、ラテン語のリピス・アルティスに由来する。1103年には、ライビソルタと記されていた。コミューンの起源は、 はっきりしないが、729年のアラブ人、信仰時にはすでに存在したと信じられている。923年、コミューンの名が、聖マリー教会と聖アントワーヌ教会に記された。リブザルトの土地は、フランス革命まで、ラグラス修道院が所有していた。1938年に開設された、リブザルト収容所には、外国籍を持つ、ユダヤ人たちが集められ、 その一部は、ドランシー収容所へ送られた。九百四十四年に、ナチスドイツが、フランス南部から撤退すると、ドイツ人を含む戦争捕虜たちが収容された。九百五十七年に、アルジェリア独立戦争が起きてからは、独立支持者を収容する、刑務所となった。アルベルト・ダウゼット・イ・チャールズ・ロスティング、ディクス・ヨネア・エタマラジェク・デ・ノムズ・デ・ロー・イ・エヌ、フランス、イ・ディ・ラ・ルース。 1968p1895 ありがとうございます。